脳の働きを良くする食べ物5つご紹介します。こんにちは、原町接骨院久松です。今回は食べて脳を活性化、ブレインフード5選ということでお話しいたします。脳の働きを良くするためのブレインフードと言われております。それをね、代表的なやつ5つご紹介します。脳の働きが良くなることによって自律神経も乱れにくくなりますからね。ぜひぜひ、今回の動画をご覧になって、脳の働きしっかり保って自律神経を乱れにくくするためにブレインフード食べましょう。ではお話しいたします。脳の働きを良くするためのブレインフードと言います。5つご紹介します。まず1つ目は青魚、サバとかイワシなどですね。これらはオメガ3脂肪酸、はい、もうよく お話に出るオメガ3脂肪酸、オメガ3脂肪酸で血液をサラサラにして脳の血流を上げる。脳の血流が上がればね、脳の機能良くなります。そして2つ目はアボカド。これは不飽和脂肪酸や各種ビタミンで脳の機能をサポートしてくれます。そして3つ目がクルミ。クルミはね、オメガ3脂肪酸、あとは抗酸化物質も多いんです。その効果で脳の健康を保ち、炎症を防ぐ働きがあります。そして4つ目はダークチョコレート。これ 70% 以上カカオが入ってるチョコレート、これダークチョコレートって言うんですけども、このダークチョコレート、ポリフェノールの抗酸化作用、そしてポリフェノールに含まれている血流促進作用で脳の機能を向上させてくれます。そして最後5つ目は人参やかぼちゃ。これはね、オレンジ色の野菜です。人参やかぼちゃ、オレンジ色の野菜は β カロテンやビタミン A が多くて、それらの働きで脳の健康状態をサポートしてくれます。ぜひね、これはブレインフードをしっかりおとりになってね、脳の健康を保って脳の機能を上げて、そしてね、自律神経を乱れにくくするように頑張ってみてください。今回の動画は以上になります。今回の動画があなたにとって少しでもヒントがございましたら、グッドボタンお願いします。また質問やコメントは下のコメント欄からお願いいたします。そしてライブ配信のお知らせです。私、毎週木曜日21時からインスタグラムでインスタライブ、毎週日曜日22時30分くらいからご覧のチャンネルで YouTube ライブ、週に2回ライブ配信やっております。内容は1週間の配信した動画のダイジェストと、あなたからのご質問にその場でお答えしていきます。そしてライブ配信の最後では、あなたが夜ぐっすり眠れるようにみんなでセルフケア教室、そして遠隔整体までやっております。よろしければライブ配信もご参加ください。そしてこの動画をご覧のあなたが、病院に行っても状態が解決しない、また整体や整骨院に行ってもダメだ、でも諦めたくないということでしたら、私があなたのお役に立ちます。私の自律神経の整体であなたのお悩みの解決をお手伝いいたします。そして私、全国の治療院で初、乳歯髄幹細胞セラピーというのをやっております。これは子供の乳歯から取った幹細胞、体の元になる細胞なんですけども、これを私の生体後、点鼻とかネブライザーで取り込んでいただくことにより、私の生体を効果をより高めて、効果をすごく持続させていくことができます。私の自律神経の生体や乳歯髄幹細胞セラピーにご興味ございましたら、下の概要欄から LINE 登録して私に直接ご連絡ください。必ずあなたのお役に立ちます。そして私、今後も自律神経やお体に関する情報をどんどん配信していきます。ご興味ございましたらチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ということで、今回も動画を最後までご覧いただき誠にありがとうございました。